れさんです。様です。朝の今何ですか？5時ぐらい。5時ね、今半ぐらいになったらね。いやー、6年前ですね、確かあの台湾で本が出たのね。そうそう、随分経ちました。随分経ったけど、あれから6年経って、ね、初めて2人でね、まさかのまさかの台湾に2人なんで、まあ、よろしくお願いします。こちらこそ、うん、なんかでも僕も今回で4回目なんでスイスイと。もうケンさん本当に面白すぎ。もう何の迷いもなくバスチケット買うしさ、ね、こんな感じでさっさと思うっていうね。今から市内に行って、まあ早めの、早めじゃないわ、まあ、あ、朝ごはんだね。朝ごはんをちょっと食べたいと思います。すでにもうこのリンゴジュース飲んでるよ。俺の台湾このリンゴジュースなんだよ。台湾来ました。ずっと台湾来ました。これはうまそう、めちゃめちゃ。いやー、ハルさんついに来ちゃいましたね、台湾ね。来ましたね。ハルさんお仕事中ですね。お仕事中。一応食べ物関係一生懸命やんなきゃいけないってことになってから、まあそれでそのこんなところにさ、うわうまそう。うまそう。なんか何が違うんだろう、ちょっと量が違うだけかな。ほとんど同じだね。ね、それで俺の方がちょっとお得ですね、値段的に。本当だ。計算いくらあったんですか？80元。俺のやつ60元ですね。まあじゃあちょっと大きいからプラス20入ってるだけですよね。多分肉が、あ、でも卵は、あ、まあ1個か、一緒です、うん、お肉が、ほらこれが入ってないもん。あー、そっかそっか、なるほど、うん、それだよ。そういうことだ。よし、食べよう。
して、なのでカレー1号がもう発動してしまった。ちょっとびっくりしてる。しかもネパール。ネパールスタートとはこれいかに。でも、ちょっとネパールはでも本当に驚いた。はい、今までない流れだから。沿道はやっぱりいっぱいあったんだよね。ここにもネパールが来たってことね、ネパールの株が。漬物だよね。日本人だから漬物系だよね。いや、違う違う違う。標準なんだよ。で、その、多分これ、種類で言うと、たくあんに近い種類だと思うんだよ。銀座にあるんですか、こういうの。っていうのも、その、台湾のそのカルムンカってさ、たくあん漬けるんだよね。なんつうんだろう。福神漬けは漬けないのよ。それもだから錦カレー昔の県産の県産あんたね今日はすごいよもうあの俺からさ台湾のカレーの話をさ台北で聞いてるってこれなんだよ大変なことですよ本当にありがとうございますもうね俺笑って言ってるけどね目は笑ってないからだって俺前回の台湾出張でカレーのための出張をさしてさそれまあそれがその結果の例のね言いますか言いますかねほら台湾にも来たって誰に見せてんだ俺ケンさんに見せてんじゃん誰に見せてんだろうカレーの音楽をなんとこう一緒にやってきたというこれですよいろいろこういろんな写真撮りたから 台湾開けたいんでしょうか、ね、まあね、確かにほら、これですよ全然もう似ても似つかないの写真でも台湾人怒るかもしれないこれ中華民国で書いたら怒るよねまあどうしてもこういう表記になっちゃうんだよねすごいねいやいやこれはこれちょっといただきましょう話は長くなるのでいやーすいません長くなるここいらでまた一回止めます止まんないこの方が分かりやすい。